はい、いい天気になりました。今日は南関の湿原地帯に食べに行きます。これまで何度も、頑張って植えてきましたが、今年のテーマは無理をしない。皆さんにもいろいろと、コメントでいただいてます。フロントになんで苗をつけないんですかって。やっぱこれはね、壁際が多くて攻めるんで、どうしても苗台を畳むということが、あるので、そうやって植えてきましたが、今年は苗台に苗を乗せたまま、植えれる範囲で隙間を空けながら植えていこうかと思っています。まあ、あとはまあいろいろと教えてもらった通り頑張ってやりたいと思います。無事田植えできることを祈っていてください。イエイ。そして今日は5回目の種まきに向けて災害のスタートです。スイッチオン。温度32度よっしゃ。神楽餅とミルキークイーンです。一晩で、鳩胸にするので、まあ、一発勝負です、ね、もうこの時間からスイッチ入れてうまくいくことを祈っています。水回り中、今からね、こっち、林さん家の、超難関湿田田植えを今から開始しますが、今回、ね、フロントの重りは去年からこう施設肥料を作ったので、今回苗も積んで、ちょっと横を開けて無理せず植えるという形でうまくやりたいと思ってます。はい、イエーイ。
丈夫。前回落としたんで、肥料を落とさないように引いておきます。やったらね。詰めすぎ注意やけど、詰めんと空になっちゃう、うん、2つだけとかか2つだけ。休憩時間、ここの小屋いつ来ても綺麗だよね。トイレもバッチリやし、社員の女性の方がボタン餅作ってくれた。ボタン餅、秋はおはぎなんだよな、不思議だよね。今年は上がりました。イエーイ。
あかん。ハラストル。シンプルに深いね。シンプルに深いわこれ。待ってる。普通に見えたけどね。深いね。鬼のように。後輪半分以上埋まっとるよ。完全に埋まっとるか。苗が低い。植えられた位置が低い。あ、やべ。あ、やばい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 。切った時のあのそう、あ、なんていう、四駆外してあのアシストかけるタイミングであんだけ抵抗がかかると全然その空転してしまってね、あんまりハンドル切れんみたいなね。はい、終わ
りました、ありがとう、拍手コメントで教えてもらったいろんな湿田田植えの方法を駆使してなんとか無事終わることができました。途中ちょっとブービートラップ的なってこともあってびっくりしましたが、なんとか脱出できてよかったと思います。イエーイ。はい、お昼になったんで帰ります。まあラスト1枚残ってるんでこれ、ね、もう時間なので帰ります。イエイ。はい、昼からの田植えに来ましたね。これ植えて林さん家の一目惚れに行きたいと思います。イエイ。終了しました。今から一目惚れエリアに行きます。よっしゃ、まず苗下ろす全部置いていくし、あ、こんなタントいらんわいやいや、でも置いていかんと次に品種変わるから。あ、ほんなんか、はい、裏どっか裏返しに作ってもらえばいいし。あ、わかった。さあ、広げていこう。まだ開けないです。開けろ。それを口に加えるんだよ。はい、OK です。いいか。はい、うわー、今から帰るし、一目惚れに帰るのでまずセッティングを変えます。株数60株 OK。植え付けはもうでかいから標準でいいか。よし、これで OK です。
今日の田植え終了しましたね。必然田植えもうまくいったので明日は垂れ巻きです。イエーイ。